1954年、秋元春夫は、日本の医学者、精神科医。長野県長野市出身。一家は、旧諏訪藩士の家系。3歳児に、一家で上京。旧成経過中学。1925年、旧成松本高等学校理科高齢を、卒業。1929年、東京帝国大学医学部卒業。 その後、北海道帝国大学医学部助手に就任。その後、東京帝国大学医学部副主、同学部講師、旧聖科など愛科大学教授を経て1958年に東京大学医学部教授に就任した。1936年医学博士。論文の題は、執行省本質論。長く日本の精神医学界の権威として活躍。定銀事件に関して、 平沢貞道の有罪の証拠とされた精神鑑定の結果は誤りであると指摘し注目を集めた。また、100歳を超えてからオウム心理教教祖の朝原将校の精神鑑定を行って話題を呼んだ。1977年叙空に当時局日、重光明。他に、平沢貞道氏を救う、会会長、国立武蔵療養所名誉所長、東京都立、 松沢病院院長、日本精神衛生会会長、日本精神保健政策研究会会長、共査連理事長などの要職を歴任した、病態整理研究所を創立した、秋元末尾は実定である。博士論文書誌データベース。ありがとうございます。